お元気です。ちょっと疲れちゃったけど、今日はさすがに疲れた、さすがに疲れた。明日は一旦お休みなので、確認して、あともう2週間しかないって思うと震える。でもなんか思ってたよりこうゆっくりやれて、丁寧にやれてはいるんですけど、よかった。なんかちょっと体調もね、ちょっと危ないかなって思っ、元気なんだけど、思ってたところで明日はお休みなので、ちょっとゆっくりして頭の中整理して細かい振りを見てっていう感じでやれたらなって思うけど、でもな、明日起きなかったらどうしよう。そしたら明日じゃな、明日がなくなっちゃう。結局その可能性あるよね、めっちゃある。わかんないけど、でもな、眠れて、私ね丸一日寝れるんですよ。24時間寝れるタイプ。よくないすぎるのって、なんかたくさん寝てリセットされるから、お腹空かないんですよね、寝てる間。寝る前とかは思うけど、寝てる時はなんか眠い気持ちのが勝つ。目覚めてお腹空いたって思っても気づいたら寝てるの。怖いよね。睡眠欲が一番なんだと思う。あ、そっか、そうじゃん。うわ、そう、めっちゃ寝て、寝まくって、
暑いもんね。ラミちゃんね、なんかどうだろう、気持ち的には多分大丈夫じゃない。これは言えないんだけど、うん、アミちゃんは分かんない、アミちゃんそんなにだって話してないよね、ファンの人に。だからちょっとその辺はアミちゃんの中で言っていいことと言ってほしくないこととあるだろうからなんですけど、なんて言ったらいいんだろう。アミちゃんはでも絶対に私の私のあれなんですけど、そうね、うん、やってみてないので分かんないんですけど、劇場のリハーサルも結構心配なんですよ。ただ多分怪我でこう救援をしないといけないとか、レッスンに思うように参加できなかったりとか、うん、そういう悔しさは多分人一倍感じてそうだから、うん、でも私がさ8歳も年上だからさ、なんか今の私だったらそれも経験だと思えるけど、まだね、まだそう、そんな
消化できる気持ちじゃないだろうか。そういった気持ちの方が心配かな。気がもだけど、気持ち的に、苦しんでないといいなっていう感じですね。わかんないんですよ。なんか私はこう悩むことがあってもポジティブに切り替えも上手だから、悩んでても、切り替えれるけど、それはこう積み重ねてきたいろんな環境があるからだけど、気がして出れなくなってるし、本当に全てがゼロになるわけじゃ、それがそこから自分の行動にもちゃんと そうだから、なんか悩んだ時にそれだと言ってるんですよで一週間じゃんとか、そういうとこあるよね。本当にさ、なんだろう、人前で話すのが、人前っていうか、無理なんだけど、どうしたらいい？無理なんだけどなんか、っていうのかな、なんかね、まあ、全て。なんかできることならそれをするとなんか負けた気がするんですよね、自分にだからそのなん、やらないでいいよってなったらなったで、なるし、うまく話せない自分にも結局ダメだ。そう、どっちみちだから結局戻ってくる場所は同じ。お腹鳴った。だからもうやだ。一旦整理して、そう、公演前とかも
衣装部屋もうってでからなんか普通にやってますってなってさ、じゃあ他の人に回してって回すってなるとなんか本当に大人気でも一番思ってる私がアンコールの私が話してるとこ早く話し終わんないかな思ってるよ。しかもさ最近ってさ次初日とか千秋楽初日とか関係なしに毎回大事ではあるんですけど思ってるの。私に言葉を求められませんように。だってさ挨拶とかもさするじゃないですか。おはようございますみたいな。わかんないよ、わかんないけどさ公開稽古とかもさじゃあファンの皆さんに挨拶から始まると思うんですけどさ、あー私がやるのかな、やだなと思ってるんですよ。でそこでさなんか違う人にさこうさ任せてるとさじゃあねその子がリーダーでいいじゃんみたいな。まだ認めてないわ、私リーダーだと思ってないなんかそう、でもそう言うと意識が薄いとか思われたら嫌だからでもリーダーって私に教えないでほしい。なんて言ったらいいんだろう、わかんないわかんないけど、
り眠ります。ドンさんとか言ってあ、真面目すぎるんだと思う私、いろんな意味で。もう日直性でいいんじゃない。じゃんけんとか。ダメ。そうなの、なんかああしようとかこうの方がいいんじゃないかとか、そん考えてるのが先に逃げないかもちゃん偉い。はいになっちゃうから。すぐ逃げます。もうそうゆずさんに酔ってるから。よう。あ、燃えてる。燃えてるよ。マジ今日も可愛かった。レッスン終わりにチーム何人ぐらいいたんだろう、10人ぐらいいたかな。結構な人数でレッスン言うから、なんだろう、こちゃんって呼んだ時点でさ、ゆずさんがさいいみたいな考えが、もしそこでだってさ、でも私がこちゃんって呼んだ時にあことでよろしいよね。ゆずさん専属の中堅。違った時ね。言っちゃうもん、ゆずさんじゃん。悲しい。でも11月からそれ。前にいて
ちょっと会いに来て、こう行こうって言ったけど、あーあー広げて待ってたらギュッてしてくれました。それで戻りました。満足。無理と思ってダメです。ゆずさん、そうするとゆずさん行ってらっしゃいって言ってくれるから、それで向かいますね。 GO。 ゆうさんと同じ、私なんかがならない。もう仙台のツアーはね、旅行だと思ってる。と一緒でよかったじゃんって。明太子、谷さん連れてってくれないかな。めんべい好き。めんべいって結構いろんなとこに売ってない？もつ鍋多分食べれないんですよね。食べたことないけど、もつ多分ダメだ。なんか言ったの、言ったホームランですよねみたいに言ったら、エメロさんもなんか知らなかった。26年間ホームランで生きてきたんだけど、ほん？お花とほ、わかんない。それをこう言わないっていうこと、こう誠実、あとあれも舞台の結構が正しいんだっけみたいな、結構が、あと三月さんに出てくるがすんごい。え、どっちだっけ、私藤の花高校っていう高校が豊橋に
ドドカオラバだっけこの話出たの。しよう水の花って書かれる。やばい関取りだ。ね、藤の花になるよね多分。豊橋市里かぶらばでさ、ちょいちょいそういうさ矢沢菜が一番のぞラブーンあるよ、まだある。のぞわながってるんだよね。ことあっても。そういうのあるよね。重宝とかがさ、重宝とありになったりとか、いろいろしてるもんね。矢沢菜になる日も来るかもしれない。ほうれん草と小松菜、食べたらわかると思う。見た目じゃわからん。あ、重複か。重複か。うん、これから矢沢菜って呼んでください。みんな食べた時に、あ、好きだって思うのはほうれん草で、かもなく不可もなくが小松菜。重複と重複だね。重宝は重宝だ。そうだから私は重複っていうことがある。重複って読んでたけど、重複っていう人もいるから、どっちだろうって最近になる。そうややこしい日本語。ランキング見ます。1位ポポポありがとうございます。2位ムムムありがとうございます。3位ののありがとうございます。4位ジェジェありがとうございます。5位ルルルルありがとうございます。6位あーありがとうございます。7位ママありがとうございます。8位ヒヒヒありがとうございます。9位シュ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 ありがとうございます。あー飛ぶじゃん。6位フフありがとうございます。8位マンマありがとうございます。読んでないのは9位あーありがとうございます。11位ナナナナありがとうございます。12位ヒヒヒありがとうございます。13位コックコココありがとうございます。全員読んでるかな。明日から7月初日の受付開始です。またね。